クリスチャンの寄り道をおきの皆さんこんにちは岩根谷口と申します今日は人生のターニングポイントについてお話しさせていただきます私は学生時代実家を離れて東京で一人暮らしをしていましたその頃私はずっと通っていた教会から離れて生活しており全く教会に行かないような状況でしたその時東京の教会に通っていた姉が教会から半年間ルーマニアの働きのために 使わされていくこととなりそ姉が住んでいた家を手放すこともできず家賃を払い続けるからただでいいから私にその家で住んでほしいという依頼がありました「ただ」という言葉に引き寄せられて私はそこで住むようになったのですが一つだけ条件がありましたそれは姉が通っている教会にちゃんと日曜日に通うことというものでした適当にごまかせばいいやと思って私は受けましたが 全く行かないわけにはいかずたまに顔を出すような生活でしたえところがその教会の牧師さんとある時駅でばったり遭遇してしまい牧師さん私のことを覚えてくださっていて私に声をかけてくれました今度教会で、えー、感謝と賛美という聖書の教えを世界中に伝えているえマーリンさんという方が、えー、来て集会を行ってくれるということだったのです私はいい顔をして行きます と答えてしまい行かないわけにもいかずに結局その集会に行くことになりましたところがその集会で私の人生は大きく変わったのですその集会で語られていたのはその神様が私たちの人生に最善以外に何一つされないことそして悪いと見えることであっても神様に感謝をし従うときに全てが益と変えられていくこと 実際のたたくさんの体験談とともに語られていましたそんな信じられないようなことでしたがそのたくさんの体験談を聞くうちに私はそのことが私の人生にも起こるかもしれないと思うようになっていましたそしてすぐにではありませんが私は教会に通うようになりそして実際にその体験をし始めましたそしてなんと今では私はそのことをたくさんの人々に伝える 牧師となっていたのです私の人生が大きく変わったきっかけは神様が私たちの人生に最善以外されないというまさに単純なその、えー、お話を聞いたところからでした。えー、人生のターニンングポイント今日は最後まで聞いてくださったことはありがとうございます。それではまた